飲みすぎないか片桐ハイリさんも心配していますが大丈夫ですか。まあそんなに飲まないですよ。でも休肝日あるの。休肝日もあります。あります。毎晩飲みますし、なんかハイリさんがね、毛根からこう診断できるなんかで僕の髪の毛をむしり取っていきましたけど、全然結果ね健康体でした。姉が欲しいなと思ってた時期はありましたよ、ハイリさん。